伊勢電気鉄道521系電気機関車。伊勢電気鉄道521型電気機関車は、伊勢電気鉄道が自社線の貨物列車県引用として1929年に製造・保有した電気機関車の一形式。伊勢電気鉄道線が合併により、三宮急行電鉄、関西急行鉄道、そして近畿日本鉄道と経営主体が目まぐるしく、 変遷する中でも一貫して同線に在籍し続けた。1930年4月1日の新松坂、延長線の開業に伴う貨物列車運用数の増加に備え、伊勢電気鉄道では既存の511系の造備車として、これと同級の電動機を搭載した37トン級本線用電気、機関車を購入した。 この機関車は1929年6月28日に設計認可申請がなされ、同年8月13日に認可、同年10月1日に以下の一両の竣工が届け出られた。これは、高成績を残していたイギリス製の 511K の使用を概ね踏襲した設計の全構成箱型デッキ付き D 型電気機関車であるが、伝送品は、 東洋電気製造機械装置は日本車両製造本店が担当し各部の国産化が図られている。なお、本形式の代価は42000円で1両あたり71000円であったイギリス製の511型と比較して29000円。安く約60%の価格となっている。一見、モデルとなった511型と類似のデッキ付き箱型車体を備える。 しかし、その構造を主催に検討すると五百十一型よりは、むしろ、本形式に先立ち同じ日本車両製造、東洋電気製造のコンビによって、製作、納入された豊川鉄道デキ52系デキ十二や、田口鉄道デキ十三型デキ十三との、相似点が多く、特に、豊川鉄道デキ十二型とは、デッキ付きの車体構成や、機器レイアウト、それに、 砂箱の配置などが酷似している。本形式の車体形状や外観は、モデルとなった511型と似通った印象を与える。しかし、構造、機構面では511型とは全く異なっており、どちらかといえば、国鉄 ED14 型電気機関車などの、ゼネラルエレクトリック車線電気機関車に近いものとなっている。特に大枠については、 デッキ部を含め一体とした強固な台枠をほぼ全長にわたって構成し、その両端張りに直接自動連結機と干渉機を実装する、つまり拡大車で発生した牽引力が車体経由で連結機に伝達される構造となっている。また、ブレーキシステムの空気タンクとブレーキシリンダー、それに手ブレーキ装置などを車体床下の台車間に吊り下げ搭載していることは、 本形式と5 1 1系の大きな相違点の一つである。台車と台車の間に中間連結器が存在したために空気タンクを拡大車の両側面に吊り下げざるを得ず、またブレーキシリンダーも拡大車の左右側枠中央より2機ずつ合計4機相下とする凝った構成の511型とは異なり、本形式では ブレーキシリンダーは1セットのみ搭載として、拡大車の基礎ブレーキ装置は、リンク機構で、連動動作する、この時代の一般的な電車に近い簡素な構成となっている。本形式の車体つま面は乗務員扉が向かって、左にオフセットして設置され、つま窓は、この乗務員扉の1枚を別にすると向かって、右の機関室席に1枚設けられるのみとなっており、 乗務員室内の運転台機器配置を含め、概ね5 1 1系のそれを踏襲している。もっとも、空転時に車輪に3砂す,するための砂箱は、豊川鉄道デッキ52と同様に、つま面の中央、乗務員扉と機関紙席のつま窓の間に、デッキ状に突き出す形で設置されており、511型とは異なる、個性的なデザインとなっている。また、 511型では、屋根状に設置されていた全小灯は、講述するように、屋根状の両端ギリギリの位置に、パンタグラフが搭載されていて、屋根状に設置した場合これと干渉することから、つま板と屋根板の接合部で、ひさし状に突き出した屋根板前円部の直下中央に、白熱電球を一灯筒型灯具に収めて設置している。一方、 標識灯は511型と同様に、デッキ床板の乗務員扉側に一灯、独立した灯具に収めて取り付けられている。機器室の構成は、第1端運転台機関指席よりの側面に、抵抗器を3段各5機ずつ格納し、通路を挟んで、反対側の機関助手席より側面に、電動化無軸制御機などを搭載し、さらに第2端よりには通路を挟んで両側に、 電動発電機や空気圧縮機を搭載する。このため、車体側面については、両端に高さ 720mm、幅 650mm の機関紙、機関助手席窓がそれぞれ設けられ、その間それぞれ高さが、上段 540mm、下段 660mm で 900mm 幅の、開口部が等間隔に3箇所ずつ、 計6箇所設けられる構成となっているが、機器室内の機器配置の関係から車体両側面で異なった窓配置となっている。まず、抵抗器を設置している側の側面では、上段中央は開口せず、塞ぎ、第1単より機関指席に隣接する上段の1箇所と下段3箇所の L 字状に配された合計4箇所が通風用の鎧戸とされ、明かり取り窓は、 第二谷寄りの機関助手席に隣接する上段の一枚のみとされている。一方、主制魚器などを設置している側の側面は下段中央の1箇所が開口せず塞がれ、上段の3箇所はすべて明かり取り窓とされ、下段の前後2箇所が鎧戸とされているため、左右側面が非対称配置となっている。また、機器室の屋根上には通風機が 左右2列各4機ずつ搭載され、その間に明かり取りのついたモニター屋根が乗せられているが、このモニター屋根との干渉を避ける関係で2機のパンタグラフの設置位置は車端ギリギリに寄せられている。511型では側面に通風用の鎧戸を一切設けず、屋根状の通風機に各機器の放熱を依存する設計であった。これと比較すると、 本形式では、通風機の追加設置により、機器の放熱に特に注意を払った設計となっていることが見て取れる5 1 1系の伝送品を製作した、イングリッシュエレクトリック社の日本での技術提携先である東洋電気製造で製造された電動化無軸式制御機を搭載する。 ただし、同時期の同社製電車用制御機で、一般的な自動加速制御方式ではなく、主管制御機ののっち刻みと制御段数が1、1で対応する非自動加速制御方式となっている。この制御機は、マスコンの指令に従って、パイロットモーターによって、カム軸を回転させ、軸に取り付けられたカムの回転角によって、主回路切り替えスイッチの ON、オフを制御するが、 そのための制御電源は、東洋電気製造 TDK-306 から、通営電動発電機により給電される。東洋電気製造 TDK-522、A 直流直巻整粒子電動機を、拡大車に2機ずつ、吊り掛け式で増加する。波数比は19、69イコール3.63である。なお、この TDK-522A 電動機は、 豊川鉄道デキ52や田口鉄道デキ53にも採用されていた機種である。板大枠に重ね板バネによる軸バネを組み合わせた軸距 2200mm、同輪計 965mm の2軸、ボギー台車を2機備える。このため軸配置は BB となる。その設計は軸距こそ異なるものの、 各軸の枕羽釣りのうち、内寄りのものを心皿直下に視点を置いた、釣り合い針で連結して軌道への追従性を高めるなど、同時期に、日本車両製造本店が製作した、田口鉄道デキ十三型が装着する台車とほぼ、同一の設計となっている。五百十一 k のノースブリティッシュロコモティブ車製台車は、釣り合い針りのない単純な軸羽台車であり、ここでも、 軌道追従性を重視するアメリカ流の機関車設計の影響が色濃く現れていることになる。ブレーキ弁としては日本エアーブレーキ製のナ、no. ンバーワン 4L を搭載する。このナ、no. ンバーワン 4L はウェスティングハウスエアブレーキ社が開発し第二次世界大戦前の日本で電気機関車用として広く使用された自社用直通ブレーキと客貨車用。 自動空気ブレーキより構成される完成度の高いブレーキ弁で511型でもオッベコ純正品が搭載されていた。また、ブレーキへ動力源となる空気圧を供給する空気圧縮機も日本エアーブレーキ製で日本の直流 1500V 電化施設では長らく事実上の標準機種の一つであった D-3F を搭載する。なお、 このナンバーワン 4L による空気ブレーキ以外に日本車両製造の設計による手ブレーキ装置も合わせて搭載している。拡大車の基礎ブレーキ装置は前後2つの車輪の両側からブレーキ周を締め付ける両抱き式である。この装置は5 1 1系設計認可申請の際に同形式を型押し式ブレーキ装備のままで特任する条件として 今後の増備車での、両、打機式ブレーキの採用が義務付けられたことにより、採用されたものである。終電装置として、東洋電気製造 TDKC- に、B シ死枠パンタグラフを2機搭載する。これは、電車用として、第二次世界大戦前の日本の私鉄各社において、大量採用された TDKC 型パンタグラフの、派生機種の一つで、 伊勢電気鉄道では同時期に製作された電車にも同型機種が採用されている。本形式は竣工後、511型などとともに長く、伊勢電気鉄道線近鉄名古屋線の主力機として使用された。当初2機搭載されていたパンタグラフは1機で十分とされ、竣工後の早い時期に強りの1機が撤去された。さらに、 1931年12月11日申請1932年1月6日認可で波数比を17、71コール4.17に変更し511系並みの時速 31.7km に定格速度を引き落として牽引力を増大させる改造工事が実施されている1941年3月15日の 関西急行鉄道成立の際には、統合される他社の在籍者との形式、番号の競合を防ぐため、本形式は以下の通り改版された。以後も引き続き狂気の名古屋線系統で運用が続いたが、伊勢湾台風後の1959年に、名古屋線の標準機関への改め機が実施された際、改め機後の名古屋線で、 工事列車牽引用などに使用するため本形式は改め期待症となり、1960年4月に大車拡幅工事を行い、名古屋線所属となった。これに対し511型は養老線所属となり、引き続き 1067mm 期間のまま使用された。以後、1969年4月に ATS 機器の搭載を、 1974年1月に列車無線装置の追加を行い、同じく改め機工事対象となった。で31型で32とともに、名古屋線の工事列車検員や養老線車両の、塩浜工場での定期検査時の検員用などに使用されたが、養老線車両の改装用検員車が、電動貨車で自社に、狂気用台車を、積載可能な元90系。 元94元96と交代となり、不要となった両者は1983年に除籍となった。この際、経年の新しいで32は、塩浜工場の校内入れ会社として残地されたが、本形式はそのまま解体処分となった。そのため、本形式は現存しない。上述の通り、本形式と、 同一メーカーの手によって近い時期に製作された、豊川鉄道デキ52系及び、田口鉄道デキ53型は、本形式と同型の主電動機を搭載しているだけで、なく、デッキや発電ブレーキ機能の有無、それに、機器レイアウトや大枠構造など、それぞれの間で要求仕様の相違に金する、若干の差異はあるものの、その設計手法に、顕著な共通性が見られる。 特に、田口鉄道デキ十三型はその図面番号もデキ十三が三百八十四ノルマル七千二十本形式が三百八十四ノルマル七千三十と十番違いとなっており、台車設計が軸距離以外ほぼ同一であること、さらにデキ十三の完成時期と本形式の設計認可申請時期が前後していることから、同一設計チームによって続けて設計されたことが、 見て取れる。また、製造時期がこれらに、約2年先行する豊川鉄道デキ52も、地長が本形式より8トン重く、大枠がそれに見合った強固なものとなり、さらに台車構造を、特に釣り合い張りのレイアウトに、若干の相違があるものの、車体や機器の基本レイアウトは本形式との共通点が多い。なお、本形式の類型車としては、 同じく日本車両製造本店東洋、電気製造による、小田原急行鉄道201型が挙げられることがある。これは車体こそ本形式をはじめとする前述の3、形式と同様の作風を示すものの、主電動機は1ランク上の TDK-564A を搭載し、それらの主電動機の冷却ダクトを、台車から車体に導き、台車自体もいただいくながら、 釣り合い針を備えない、軸羽根台車となっているなど、機器や構造の面で異なる部分が多い。ありがとうございます。